スノーマンのスノーマンマ。こんばんは、スノーマンのみんなの万能調味料こと塩こうじの向井こうじと、アニメオタク兼スノーマンの佐久間大輔です。よいしょ、スノーマンのスノーマンマ、今夜はこのコンビでお送りさせていただきますと。はい、お願いします。なんか入りが特殊な割には、はい、あ、どうみたいな感じじゃないんだね。いやいやいや、え、何の話ですか。え、今このラジオの入りが、いやいやいや、ちょっとこう特殊な感じだったじゃないですか。あれ、だまだ始まってなかったんで。いや、はもう入ってたんだよね。入ってた。あ、ほら、入った。あら、電波って怖いね。ほん本当に電波って怖いですけれども、その割にはテンション低めだったから今。まあラジオやから。あ、ラジオテンションがある。あ、ラジオ、あ、やっぱバラエティとか、あ、いろんなドラマとかあるじゃないですか。あ、もうラジオであれしんどい。ラジオもうローテーションでやらせていただいてますから。あ、そういう感じなんだね。当たり前やんか。やっぱみんなの耳に心地いい感じでラジオ始める。そうそう、あのラジオの最初のオープニングさ、うん、ダバーンみたいにされたら、あっうるさっってなるから。なるほどね。優しめで。やらせていただきますけれども。まあ、久しぶりということで、さっくんとは。うん。あれ、去年の12月なんだね。そうそう。なんか意外だよね。やっぱね、9人いるからね。やっぱこの仕事の関係もあって、こう、うん、久しぶりのメンバーやっぱ出てくるよね、ということで。え、コージはどう？あの、今年、俺頻繁に出てるなって感じる人？え？いや、少ないと思う。え、どう？実際どうなの？コージは。結構春はちょっと空いてた。そう、春ちょっと、だ、特捜とか。ああ、ドラマやってたもんね。ドラマやってたから。ドラマ班はドラマやっちゃいけないから。ねえねえ、でも、なんか映画やりますよ。あ、はい、あ、でもあれドラマじゃないの、ね、ドラマじゃないで僕。セーフだね。はい。僕たちのニューシングル、デンジャーホリックがいよいよリリースされましたということで。ありがとうございます。クラゲビー。でもうゲットしてる方もいれば当日ゲットした方。フライゲビってさ、俺正直まだ全部理解してないんだよね。うん、おう、なんで？あれってもう1日前に買えるシステムなの？あの店舗には入るから。行って行ってこと？そう、もう平気なんだけど、うん、一応その公式の発売日ってのはあるよっていう。でも買える。だからまあ不思議だよね、確かにこの文化って。で昔、うん、単行本とかゲーム買うときに、うん、たまに前日に買えたんや。あ、分かる分かる分かる。そういうことでしょ。え、そう、そういうこと。で、お得感あったんやな。うん。だから、その、みんなよりちょっと早く手に入ったっていう、ちょっとこう、優越感もあるし。店からしたら、まあ、まあ、来たし、どうぞって感じなのかな。多分そうなんじゃない。なるほど。じゃあ、フラゲビでもゲットしている人がいるなら嬉しいことですけどね。皆さんたくさん手に取ってくださっているんじゃないかなと。内容もたくさん盛りだくさん入ってますから、おすすめの曲とか見つけてくれたら嬉しいなというふうに思います。お願いします。さあ、そして、うん、SNS で使っていただきたいこの番組のハッシュタグがございます。うん、ハッシュタグ、スノーマンマでございます。聞きながら感想をつぶやいてこの番組一緒に盛り上げてください。それでは今夜も、スタートです。イエス。番組前半は、スノートークのお時間でございます。近況を話したり、メールを読んだりと、ゆったりとスノートークを繰り広げていきたいと思います。よいしょ。それでは、リスナーさんからたくさんのメールが届いたので、じゃあさっくんからいくか。あ、了解です。はい、こちらドドンと、ドドンと、広島県からラジオネームしょうこさん。はい、スノーマンの皆さんこんにちは。こんにちは。こうじくん、徹子の部屋見ましたよ。あー、来ましたね。はい、日本国民全員が知っているあの有名な番組にスノーマンメンバーが出演するなんてと驚きつつも楽しみにしておりました。徹子さんのキラーパスに緊張しながらも自分の自己紹介の説明をするこうじくんに微笑ましさを感じるだい。初出しの 5G よりも早い、もう最高でしたと。ありがとうございます。ご両親の慣れ初めのお話と、うん、初めて聞くエピソードもたくさんあってとても楽しかったです。うん、また最後にしっかり焼肉とお手紙の約束を取り付けるコージ君、さすがの一言です。ありがとうございます。これから舞台の稽古などで大変だと思いますが、どうかお体気をつけて頑張ってください。おー、いやー、マジで。すごかったな。すごかったよな。自己紹介のくだりがさ、マジでおもろくてさ。いや、そうだから俺はそれを言う、あの自己紹介多分振られると思いますって言われたから、うん、ああ、そうなんだ。了解しました、うん、やらせていただきます。で、今いつも通りのね。そうそう、でやるやん、多分まああの感じになるやん、うんうん、いつもの俺なら突っ込んでんのよ、うん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 、いや処理してくださいよ、俺だったら徹子さんの部屋バージョンだから。あ、あれはやっぱちょっと変えてたんだ。そうやで。自分の中で。いつもの俺やったら、いやいや、もう突っ込んでくださいよ、とか。うん、言うよね。言うけど、あそこで言わへんっていうのが、味噌なんや。お、みんな、コージのこだわりだぞ、あれは。徹子さんの部屋に、でも最初な、うん、ちょっと逆にちょっと俺が話なんか喋りすぎてた時もあったから。おぉ、そうなの。間がやっぱ不安やから。うんうんうん、でもあれはもう、コージ間を絶対埋める。埋めるから。でも、後半からもう、多分ハマってたもんね、俺に。ハマってた。徹子さんの目が。そう、言ってたのよ。後日会った時に、うん、あ、
あれ徹子の部屋徹子人だったらさ、うん、もう徹子さん俺に絶対ハマってるわ。自信はある。自信ある。自信ある。徹子さん今度誕生日あるからね。そうね。うん、そうそうそういうのもさ、マジでご飯はね、マジで行けたらいいなと思って。いやでもご飯行けたらマジすごいね。あんまご飯行きましたってさ聞かないもん、ね。いやでも本当ノリノリやって。へえ。さっきの手紙の話も。ああね、ありがとう。覚えてた、覚えてた。俺は嬉しかったよ、その、俺の名前が、徹子の部屋で出てきて。いや、名前出すか迷ったよ。なんでよ。なんでだよ。やま、うちのメンバーが、止めようかなって思ったけど、まあ、いや、まあ、やばいっとくか。でもなんか、そのおかげで俺もなんか出演したような気もする。まあね、あれ、すごい、なんかあれ本当に、うん、あの、カットとかないから、もう本当撮ったままなんよ、あれ。えそうなの？マジでほんま撮ったまま。あれってそういう？正直。やっぱテレビってバラエティってさ、うん、ちょっと時間を多く撮っといて、うんうん、多くなったのを編集して短くするじゃん。そうそう。だから俺も、うん、でも正直、普通の人よりは長い。俺多分。喋りすぎてたから。なるほどね。でも、結構、テンポよく喋ってたから、うん、あれが入った感じが。じゃあほとんど。ほとんど。カットなしなんだ。あ、そういう感じなんだね。ほぼほぼノー編集あれ。ええー、面白い。だから緊張してた。最初めちゃめちゃ緊張してたもん。でも自己紹介の下りの時点で、うん、俺は、お、こいつやべえ。何が出てくるんだ、次と思ったら。5G。5G よりも早い。何言ってんだろう。そのあとにじゃあ説明ね、5G っていうのは。マジでさ、もう。携帯の速度の話です。マジで工事にしかできないし、工事が作り出した時間っていうのが面白かったね。ね、舞台、徹子さんとありますから。いや楽しみだね。来れる方はあの雨の日もあると思いますけども気をつけて劇場に向かってほしいなというふうに思います、はい、ハロルドとモードです。はい、僕ハロルドモード、あ、ハロルド役ですのでよろしくお願いします。はい、じゃあ俺のも読みちゃいます。僕も選んでます。こちら愛知県みぞおちのチャイさんからいただきました。何やそれ。みぞおちのチャイ、みぞおち、みぞおち、みぞおち、あ、みぞおち、あの体のね、みぞおちにチャイティーラテ入れてんのかな。え、だそういうこと。チャイみぞおちのチャイ、だチャイのさ、チャイティーラテもさ、チャイって何。チャイはだから海外のお茶だよ ねっていう意味なの。そうそう、チャイとお茶だよ確か。へえ。あのもし違っていたら、うん、クレームは文化放送までお願いします。いやおい、受け付けんな受け付けんな、決して受け付けておりません。さあ、先日放送された土曜は何するを拝見しました。はい、岩本くんと佐久間くんの二人旅でしたが、うん、本当に仲良しなのが伝わってきて、カップルのデートを覗き見しているような気分になりましたと。パイナップルバーガーもグランピングも何もかもが楽しそうで、私もキャンプに初挑戦してみたくなりました。いつか2人でパラグライダーのリベンジ報告待っていますということですね。いやー、ありがとうございます。これね、放送されてましたね、うん、俺もちょっと全部見れてないんですけども、はいはいはい、どうだったの。いや、普通にマジで、うん、旅しただけだったっていうか。いいね、写真めっちゃ良かったけどね。ありがとう。なんかね、あとあれなのよ、その台本っていうかさ、なんとなくさ、こう言ってくださいとか基本あるじゃん。あるあるある。あれないよ。あ、ないんや。で、何かを言ってください、何かをやってください、もうないの。ああ。だからえ、いいんですか。なるほどね。ちょっと逆に不安になるというか。ああ、わかるで。なんか。そう。あ、いいんですか。そう、自由すぎて。うん、だからなんか前にも山里さんが、うん、しずちゃんと一緒に、南海キャンディーズの二人で行った時も、うん、え、本当にこれでいいんですかってめっちゃ、出演者側が不安になるみたいな。まあ、こっちはこっちでその番組のためにやりたい気持ちがあるからね。それはあっちはあっちで楽しんでいる二人を、だからこれだから楽しんでいる二人を見て、すごい楽しかったって言ってくれてますからね。ある意味だから前衛的な番組だったなって思うし、うん、でもすごい楽しかったね。まあ、テルニーとサックンはなんかニコイチみたいな。そうね、仲いいから。いいじゃないの。二人して。でも当時もなんかグランピングとかもするよね。グランピングね。この時期はグランピングかもしらへんな。あ、じゃない時は違うんだ。涼しくなったらグランピングはしない。へー、うん、自分で全部やりたいから。あ、そっか、テント立ててとか、ね、そうそう、夏にテント立ててみ。やばい、死ぬ。もうテント立てて汗が、うん、やばいもん。そんなの。そう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 、だから、ね、だから2人で、うん、プライベートもどっか行ってるやろ。行ってない最近は。最近2人でか、なんだろう、うん、でも本当沖縄だったぐらいかな。なるほどね。うん、とかかも。このパラグライダーのリベンジっていうのは何なん。あのね、ちょっと天候のせいでパラグライダーできなかったんだよね。なるほどね。そうだ、そういうのもやりたいね、またみたいなのを話してたから。だからまあ、水落ちのチャイさん、本当見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいでございます。ぜひこういうね、ロケがいっぱいあると思いますから。あ、チャイはインドのミルクティー。あ、
え、じゃあチャイティー、チャイティーラテっていうのはさ、ミルクティーラテ。ラテ矛盾してない。あれだ。え、チャイってミルクティーの。あれだ、チゲ鍋と一緒だ。あれ、チゲって鍋って意味だから、鍋鍋らしい。鍋鍋？うん。また鍋じゃん。鍋鍋、また鍋。あ、そうなんや。チャイはミルクティーということなんで。はい。たくさんのお手紙ありがとうございます。ありがとうございます。以上、スノートークのコーナーでした。いえいえ。さあ、文化放送からお送りしております、スノーマンのスノーマンも、改めまして向井浩二です。はい、佐久間大輔です。続いてはこちらのコーナーをお送りします。はい、スノー告白、私実はよいしょよいしょリスナーの皆さんに秘密にしていることを告白してもらうこのコーナー。それではメールをね、早速紹介していきたいんですけども、うん、こちら1枚をたっぷりとやっていきたいなと思います。やらせていただきます。結局ね、じゃあ俺がこのさっくんと俺で選んだ1枚ずつがあるんで、うん、これをちょっとくじ引き形式で、ガチガチのくじだから、さあどちらになるでしょう。じゃあ左右で行く。コージが持ってる右。こっちこっちこっち右。行きます。じゃじゃん、読んでください。はい、福岡県のラジオネームアムアムさんから。アムアムさん、人に話しても理解してもらえないのですが、私健康診断でバリウムを飲むときに、お風呂上がりに牛乳飲むみたいに腰に手を当ててかっこよく飲むというバリウム攻略を目標にしています。イライラ、そうしているうちにバリウムと戦うのが楽しみになってしまいました。最近バリウムの方が飲みやすくなってしまい、攻略マジかの感じがして寂しいくらいです。皆さんは自分だけかなと思うような戦いを挑んでしまうことってありますか？いや、ね、そっからのなんか最後重いな。バリウムからのなんか挑む系なあ。でもバリウム確かに飲みづらいよね。いや、なんか、うん、飲め、なんかあれ苦しいよな。いや、わかる。俺らさ、人間ドック、そうそう、たまにね、そう、1年に1回か受けさせてもらえるんだけど、やっぱあの時にさ、でもバリウム味最近あるじゃん。匂い。あれ、匂いなのかな、味なのかな、なんなんあれ。いや、だから胃の形を見るために膨らむねんな、あれ。そうで、あのさ、その後にさ、飲んだ後にさ、あの機械に乗ってポイーン、そうそうそう、回って、この胃の周りにバリウムを多分貼り付けてやんねんけど、あのゲップしないでください。そう、俺本当にゲップしないでください。でゲップした方が絶対面白いから、あれ。お前さ、面白いとかじゃないの。絶対おもろいやん。でもやっぱダメなんだろうね。いや、俺は本当苦しい。バリウムや、何してんねやろ俺っていう。あの時間ね。あの時間。見られてるしね。そう。何やこれって。で、なんか、うん、なんか残るねんな、胃にずっと。いや、そうよね。だ、下剤飲むもんね、その、ね。そう、ね。だから、出さなあかんからね。うん。そう。っていうのはありますけれども、まあ、この人はバリウム攻略したわけでしょ。うん。まあでも、俺正直な、うん。腰に手当ててる気もすんねんな、俺。バリウム飲むとき。うん。なんか、意外にこう、こうやってる気するな。あのなんかさ、一枚だけ着てるさ、あ、そうそう、白衣じゃねえけど、めっちゃ恥ずかしいじゃん、あれ。恥ずかしいやん。そう、なんだろうね、攻略か。あ、この人は攻略したということで、うん、だから自分だけが思う戦いを挑んでしまうこと、だからあれだよね、シャンプーするとき目つぶっちゃうけどもみたいなやつ。あ、そういうのいいやん。だ、俺は結構そのシャンプーとかがさ、するじゃん、うん、で顔にかかるのが嫌だから、あのやっぱこうなんていうの、シャワーを、ああ、なんて言うんだろう、これ。後ろ。あ、わかるよ。なんて言うんだろう。川口春奈さんタイプだ。あ、そうなの？うん。なんかこう、上に。うん。上向いて、顔上向けて、こう、後ろの方で洗うよ。そう、こうやって。うん。こうやって。あ、そう。女性多いんじゃない？あ、そうなんだ。そうそう。なんかあれ、やだ、なんか顔。あ、美容院みたいにね。あ、そう。ガイさんいいじゃん。さすが本出してるだけあるわ。ねえ、なんか放送作家みたいだね。あ、放送作家だった。で、なんやろうな、自分だけ、あ、俺はな、うん、何？夏な、うん、俺髪の毛バシバシやねんけど、うんうん、今日何もしないからバシバシやねんな、うんうん。で、やっぱ家出る前絶対アイロンすんねんけど、あ、そうだよね。今日はちょっとラジオやから何もしないねんけど、うん、やっぱ完璧な状態出たい。あ、わかるよ。あとメイクさんにこの手間がかかるから、わかるわかる。だから、アイロンするわけよ。アイロンまでするの時間かかるでしょ。まあ、20分。まあ、俺でも、メイクもしてから行くから、正直。あ、そうだよね。なんかテレビ局とかでも、結構こうじゃ自分でメイク、持ってったりとか、やってきたりとか。メイクして行かないの、俺。そうだよね。気まずいから。え、気まずいとかあるんですか？めちゃめちゃ気まずい。メイクルームめっちゃ気まずいの、俺。あ、そうなの？全然行かへん。まあでも違う出演者の方とかもいらっしゃるしね。そうそう。だからその、もう家でやってから出るんだけど、まあ大体20分ぐらい全部で。すごいな。そう。いや、それは、だから、しかも、何が挑戦って、うん、暑いね、夏。何が？夏暑いやん。あ、夏は、風呂上がりとか。夏、ああ、はいはいはい。俺、洗面台にクーラー欲しいね。
いや、わかる。めっちゃ暑ない？しかもさ、なんかその出た後のさ、湿気とかもすごいからさ、ドライヤーやってるだけでめっちゃ汗かくから。そうやね。だから、アイロンしてんねんけど汗かくから、うわ、俺それも毎日、それやーね。そうそう。あれ置けばいいじゃん、扇風機みたいな。置いてる。置いてんの？置いてる。でも、ね、暑い。まあ暑いよね。そう、そういうのもありますかね。いいね。だからそういうタイムアタックみたいなもんだわ。はい。まあとりあえず、ちっちゃなことを皆さんで挑戦して、やっていきましょうということなんでね。はい、あまあまさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またお便りいっぱいよろしくお願いいたします。はい、バリウム飲んでください。さあ、バリウムね。いいのよ。次行っちゃって。以上、素の告白、私、バリウムのコーナーでした。はい、いや違います。あれ私、素の告白、ね、私、実は。これ以上、素の告白、私、実話のコーナーでした。それでは一曲聴いていただきましょう。曲紹介を。大輔、お願いします。急にここさ、おもろ、下の名前書いてあるんじゃん。はい、私、大輔と言うんですけども、はい、つい先日、昨日ですね、うん、発売された、この楽曲を聴いてもらおうかなと思います。それでは聴いてください。スノーマンで、デンジャーホリック。よいしょ。それではここで、藤原からのお知らせです。イェイイェイ。僕たちが出演する、ルックとケーキの新しい CM が公開されました。よいしょ。ありがとうございます。そして、ルックから、新商品のお知らせです。イェイ。ルックダイナーストロベリージェリー。そして、うんうん、ルックダイナーチョコマシュマロが新発売しました。おー、おめでとうございます。ありがとうございます。こちら可愛いんですけども、うん、9月の5日発売ということで。もう発売してるな。発売しております、皆さん。行ってください、もう今すぐに。新商品のルックダイナーはですね、うん、食感が楽しい大粒のルック。テーマはアメリカンレトロなダイナーということで、うん、パッケージを組み立てて遊べる仕組みになっておりますので、それすごいね。すごいね。じゃあ早速なんでちょっと食べたいんですけども、僕が食べるルックダイナーストロベリージェリーはですね、いちごを使ったアメリカンなゼリーやカラフルなケーキをイメージしてですね、甘おいちごゼリーといちごのフリーズドライクッキークランチを入れましたということですね。もう聞いただけでわかる美味しいやつです。いやー、美味しそうやな。パッケージも可愛いよ。じゃあいただきます。はい。あ、おっきいね。あ、ほんと。うわ、どうですか？何を一番最初に感じる？食感がいい。おお、うん、やっぱクッキークランチのあれなんだろうね、うん、ルックも食感いいんだけど、うん、この大粒のルックやからよりなんか食感が楽しい。あ、楽しめる、うん、より多く楽しめる、ね、サクサクしててストロベリーもね、うん、程よくあって美味しいわ。程よい感じなんだ。あー、これはね、いいね。女の子好きだね。まあ俺もメンズだけど、メンズも好きだけどね。みんな好きなやつだ、うん、いいですね。そして私たくまが食べるのが、うん、ルックダイナーチョコマシュマロはスモアやロッキーロードなどをイメージし、小粒マシュマロと砕いたシュガーコートアーモンド、うん、ブラッククランチを入れました、うん、とのことです。それでは早速いただきます。うんうんうん、チョコマシュマロ、あ、うまっ、うん、やっぱりこうザ・チョコの感じで最初あるんだけど、食べてるうちに出てくるその、うん、マシュマロ、小粒マシュマロのちょっとふわっとした感じがたまらんし、うん、まあ、このマシュマロ特有の匂いっていうのがあるから、うんうん、それを感じれたりで、ちょっとなんか甘すぎないのかな、なんか大人っぽいような匂いと、あの味の感じですね、うんうん、美味しい。いいね。ごめんな、チャックが食べてる間にもう一粒食べるからちょっと待って。ええやん、うん、あのどんどん入れたくなるのよ。いや、お菓子ってそういうもんね。最近の家の習慣、ウイスキーとルックね。うわ、やば。めっちゃな、大人やなお前。ルックとウイスキーも合いますので皆さん。大人の食べ方で。大人の食べ方は、子供はソフトドリンクでよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、さてここでリクエストが来ております。はいよ。今回試食しましたルックダイナーの商品名に入っているダイナーはですね、うんうん、レトロな雰囲気の店内デコレーションや家具雑貨が特徴でございますと、うん、そこでメンバーの皆さんでダイナー風のお店を始めるとしたらどんな料理やスイーツを出したいですかと教えてくださいということですね。なるほどね。どうですか、レトロな雰囲気の店内デコレーションや家具。やっぱりこういうダイナーの感じってさ、うん、でっかいパフェとかのイメージじゃない。ああ、なるほどね。だからもうルックとかをあしらったおうもう特大パフェ、ああいいね、を出したいね、やっぱ。ああ、だからもうスイーツだね。そう、そちらをこう出したいなと佐久間は思います。いいんじゃない。
最高だよね。入れ物とかもちょっとねダイナー風にして、うん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 、いいんじゃないでしょうか。こだわった感じにしたいなと思います。さあそんなお店がオープンするのかしないかは、うん、お楽しみにしねえだろということでありがとうございます。さあ、はい、商品の画像は番組ツイッターでチェックしてください。皆さんもデンジャーホリックを聞きながらルックダイナーを食べてスマイルスイッチしてくださいね。藤原からのお知らせでした。スマイルスイッチ文化放送からお送りしてきましたスノーマンのスノーマンマ、エンディングの時間になりました。ここで僕たちスノーマンからのお知らせです。はい、スノーマン9枚目のシングルデンジャーホリックが現在発売中です。よいしょ。目黒蓮主演 TBS 系金曜ドラマトリリオンゲームの主題歌としてオンエア中の楽曲です、うん、ぜひチェックしてみてください。お願いします。そして私向井浩二が出演する朗読劇ハロルドとモードが9月の28日から10月の12日まで東京の EX シアター六本木、うん、そして10月の14日から16日まで大阪の森の宮ピロティホールで上演されます。楽しみです。ありがとうございます。そして私佐久間大輔の冠ラジオ番組、うん、スノーマン佐久間大輔の待って無理しんどいが毎週土曜夜8時から文化放送でオンエア中です。聞いてください。お願いします。さあこの番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しております。ふつおた、素の告白、私実は素の会議など番組宛にたくさんのメールをお待ちしております。それではメールアドレスをさっくんお願いします。スノーアットマーク JOQR ドットネット。スノーマンアットマーク JOQR ドットネットです。番組に関するお知らせは番組の公式ツイッターをご確認ください。お願いいたします。そしてこの番組からのお知らせがございます。なんと、さあたくさん今日も喋りました。うん、さっくん今日もありがとうございました。ありがとう。じゃあ最後一言、はい、リスナーの皆さんに、はい、一言お願いします。みんな聞いてくれてありがとう。俺たち日曜にも会えるからまたここで待ち合わせようね。ありがとうございます。さあ今夜のお相手はスノーマンの向井浩二と佐久間大輔でした。バイバーイ。バイバーイ。